兵法に複雑な策略などはいらない。最も単純なものが最良なのだ。偉大な将軍たちが間違いを犯してしまうのは、難しい戦略を立て賢く振る舞おうとするからだ。ナポレオン・ボナパルト。ウィザード68体早速いきたいと思います。いやもうね、力なんですよ。そして今回私の編成、もうちゃんとね、ウィザードをね最大限に活かせる、なんていうんですか、この呪文編成にしております。そして今回私マジで星に取っていきたいと思います。いやもうね、ネタとか嫌い。そんなね、こんなウィザード出してね、巨爆でこうなんか死んだり、迫撃砲で全員死んで、うわーとか言ってるやつを、誰が望むんですかと。私、ガチでいきます。タオル級全開しよう。ここ全開しよう、全開。よし。いきます。これが、男。いきます。ジャンプ落として、で、ここにもジャンプ落として、いいんじゃないこれ、いいんじゃないこれ。ディアー、どうだどうだ。で、押して、押して、どうどこに置けばいい、どうヒーリング、ヒーリング、どこに打つ、ヒーリング。ヒーリング。ヒーリング。ヒーリング、そしてポイズンをちょ中心部に打っておきたい。そして、どこだどこ、うわ、すげえ。なんだこれ、なんだこのワンキル。そしてヒーリング中心部やばい。ヒーリング。オッケー。タウンホール破壊しろ。40。タウンホール破壊できるでしょ、星に取れるんじゃない。うおー、すごい攻撃力。いや、まだ。死んだ。死んだ。星に取れ。星に取れ。おい、おい、ザコ。ザコじゃないよ。星に、ザコ取れ。ヒーローを使うのか、キヨキヨ。ヒーローを使うのか、ヒーローを使って星にを取るのか、それともウィザード68体の生命を皆さんに見せるのか、自分で問いただすがいい。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。